セドフセドフを描いたキッテゲオルギー・ヤコブレビチ・セドフは、ロシアの北極探検家である、ドン軍艦州のクリバヤ校舎村に、領主の家生まれた。1898年に航海士の教育を終え、遠洋航海の航海士の資格を得た。海軍大学で学び、士官となった。1902年から1903年の間、北極海の水路調査航海を実施し、日露戦争中は、 魚雷艇で参加した。1909年に、コリマ川の河口を調査し、翌年のバヤゼ村のクレストバヤ湾を探検した。1912年に北極点に到達するためのソリ調査を計画したが、帝国政府は資金の提供を拒否したため、自ら集めた資金で実行されることになった。1912年8月14日、 セドフは、スフィアトイ・マチェニック放課後は、アルハンゲリスクを出発し、冬の間は、氷のために、ノバヤ・ゼムリャに泊まった。探検隊は1913年の8月に、フランツヨーゼフランドに到達し、二度目の冬を、燃料の不足のために、ティファヤ・ワンで越した。1914年2月2日、すでに解決病に侵されていたセドフは、ジー・リニックと、エープ・ストットニーと共に、 犬ぞりで北極点を目指し、ルドルフ島に着く前に、セドフは死に、ルドルフ島の多く岬に葬られた。スフヤトイ・マチェニック・放火後号は帰還の途中、失敗したゲオルギー・ブルシロフの探検隊の二人の生存者、バレリアン・アルバノフラを救助した。ノバヤ・ゼムリアのワンの名やミネの名、フランツヨーゼフランドの氷河や岬の名、バレンツ海の島の名などにセドフの名が命名された。 ありがとうございます。